えー、サラカレさん、こんにちは。えー、三浦佳生選手の美女と野獣は、この先も強烈な記録に残ろうと思っています、えー。最初の頃はがむしゃら感がかなりむき出しになっていましたが、えー、シーズンが進むにつれて、両人力も磨かれていって、えー、作品の,あの進化を実感しました、えー。この曲で挑戦した選手が過去にほとんどいなかったので、その点でも注目でしたが、えー、大成功だったのではないでしょうか。いや本当なんですよ。意外とこの曲はやっ いる人が結構少なかったと思いますあの昔女子の選手で加藤選手っていうね選手があの女性の女子の選手なんですが加藤選手ってなんかあの下の名前をちょっと忘れてしまったんですけどもがですねあの昔全日本選手権かなんかでやってたんですよねはいあのただねそれ以外は本当に男子ではあのまあこの彼の先輩でしょうかね三浦佳生選手の先輩かな が確か使ってた曲だと思うんですが本当に有名な選手が美女という味を使ったっていうことがあんまりないので非常にそういった意味ではあの成功だったと思います。うんあの非常にこう何て言うんでしょうかねあのうん彼の s b、えーまあとすごくなんかえー、っと合ってるなっていう感じがしましたね。うん えー、ミケイ様よろしくお願いします。カブ君こんばんは。ポエタ、ナヘンちゃんのポエタは大好きでした。もう傑作だと思います。えー、カブ君が言うようにジャパンオープンの頃が一番好きです。えー、シーズン初期にしか見れなかったこともあって忘れられない,い。一度、一度生で見たかったな。えー、大音響に積まれて見てみたかった。えー、ジュリーアイスタンスのキダモリーピア007も夢中になったな。 うん、解散をしてしまったからもう見れないのが寂しい。世界選手権で見たエイモーズ君のグラディエーター、めちゃくちゃ心に残りました。良かったですね。そういえばグラディエーター良かったですね。うん。あの、木登りペアも本当に良かったと思います。あのどちらも良かったと思いますが、あの、はい、えっと、リズムダンスの方が良かったのかな。うん。あの、でも、フリーダンスも良かった気がします。うん。 あのルダヘンちゃんのね、ポエーター本当に良かったですよね。僕も一番最初の,あのポエーターが一番良かった気がするんで、うん。 えー、ビビアンドバーさんよろしくお願いします。カムさん、フィギュアスケートのファンの視聴者の皆さん、こんばんは。お久しぶりです。あれからお仕事など忙しくて何ヶ月ぶりかも忘れてしまいました。えー、最近も全く出てテレビのニュースではテレビ番組に興味なくて、えー、自己報告ではないけど、後に気づくタイプなんで、ツイッターのロゴマークと名称が X に変わらないややこしい。確かに。でもこれまでずっとに続けるんでしょうね。大人の話はよくわかりません。ニュースは本当に見て聞いて腹が立つ ことがばかりなんで、ハッピーな話題が欲しくて、インスタグラムやいろんな方の YouTube 見てる方が、えー、どれだけ楽しいか。フィギュアスケートも話題が先に進んでいるため、今は全くついていけれません。今シーズンからテレビ観ーサーも見ることが難しいかもしれません。 うん、フィギュリアスケートと現役プロスケーターは今でも大好きな人たちばかりだしこれまで通り変わんないけど何より腹が立つことが増えて特にスケート連盟と、えー、関西やいろんなテレビ局アンチで羽生結弦のことが嫌いなフィギュリアスケートファン、えー、さにさい最近は商売、えー、に関してもあの、うんえー、と最近の情報は知りませんが今年の年明けとか去年マリンちゃんと付き合っている話で嫉妬するおバカなフィギュリアスケートファンなどで、うん テレビ録が嫌な理由として、関西テレビは忘れもしないと。うん。22年の四大陸選手権が放送してくれなかったことと、テレ朝でも放映権の関係で有料配信の10ブロックがかけているから、f ジテレビは同じ。有料で、払って全社を見れる話で、あと選手の演技よりも特集メニューが多すぎて、フィギュアスケートファンの皆さんの文句も出る出る。うん。 本当に冗談抜きで、テレビは大嫌いになりました。見をしても、職場も私の嫌いなものをかけたり、家でお母さんが韓国ドラマ見放題、フィギュリアスケートを録画しても、お仕事が入ったりすることが多くて、ゆっくり見れる時間がないんで、今年からフィギュリアスケートを見るのをやめるかも。うん。今年入ってからも、卒業を決めかれたけど、 友野君、友ん、和樹君、くみたさんにですね、フィギュアスケートはよを取り戻したけど、さっき書いてる別の理由で、何より長時間テレビや映画を見ることに耐えられなくなり、多少短く終わるし、私のライフスタイルは YouTube や他の SNS では考えられません。大好きなモータースポーツも今年からテレビ観戦はしていません。原因は、理由はですね、テレビ、テーブルテレビでがさらに高くなるのと、安く払いたい理由で、セレクトでお母さんの大好きな観光ドラマを優先をしたためです。 スポーツは有料チャンネルが増えたので、私の好きなものが見れないことが多いのに、有料チャンネル代で、ただでさえ高い値段が高いので、支払いも最低限の金額でしか払えません。もうスポーツの試合結果は SNS で見ればいいやと思うようになりました。そして最後になりましたが、私はあくまでも今年からフィギュアスケートのテレビ観戦はやめるかもしれないだけで、であとは私が明けるまでフィギュアスケートファンは卒業しませんので、それだけは安心してくださいね。また時々遊び 行かせていいいたただきまますすので今後ともよろししくお願テレビ観戦を無理にしなくてもいいんじゃないかなって思うんですよ。あのフィギュアスケートを見ればいいってあの。例えばあの、ちょっとジオブロックがかっちゃって日本では見れないことがあるんですけども、ただの VPN ねあの、プロトン VPN っていうのをちょっと僕は視聴者の方々教えてもらって、それを使えば日本からでもですね、あのこれから始まるジュリアングランプリの試合とかグランプリシリーズをテレビなしで YouTube で見れますよ。ISU のね、行、えー、けば。うんなので そういう感じでテレビにこだわらずに見ていけばいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。うん。あの、やっぱ放送とかね、問題もあったりとか、まあ、あのいろんなね、あのチャンネル、まあ、いろんな情報がね、やっぱあるかと思うんですけども、まあ、YouTube でも十分楽しめるんで、まあ、YouTube で楽しんでいけばいいんじゃないかなと僕は感じるんですけどね。うん。えーた トップダンサー、ネンさん、よろしくお願いします。え、個人的トップ3。え、男子、1番目、ビ女と野獣、え、ミーラ・カオクフリーステイティング。にグラディエーター、エイモズのフリーステイティング。3位、レイ・イン・ユア・ブラック・アイズ、カ山フリーステイティング。あ、確かにいいですね。このフリーステイティング、あの、うん。え、女子、1番目、フィーディングとト,トゥクタミショーをトゥクタミショアさん、ショートプログラム。2番目、ロ、ロネ、ロンえっとね、 えー、ロネラインです。ロネロネ,ロネラインですからですかね。テクタミショアのフリースケーティングですね。えー、恋をまじずし、三原選手フリースケーティング。このテクタミショアのプログラム僕知らないですね。あの、全然ちょっと見てこなかったんで、あの、 うん、このプログラムよかったということで、オフシーズンもやはりこの話題、もしくは新プログラムへの期待について話すのが楽しいですよね。うん。本当ですね。もうちょっと話していけばよかったなって思いますよ。も、ま、う、あ、ちょっとねあの、遅れてるんですけども、いろいろなんか話していければいいなと思います。まロシアのフィギュア界見てますかちょっとあの、僕見なかったんですよね。別にその見たくないから見なかったっていうわけじゃなくて、あの本当にちょっと、あのたまたま見たま,たまというかね、見てなかったんで、トクタミソワのプログラム、昨シーズン 全く分かんなかったです。うん。あの、ワリーワ選手のフードをかぶったシーンとかしかちょっと見れてないので、うん。ちょっと遅れてもいいので見てみようかなと思いますよ。うん。はい。えー、マイク・バーティラーさん、よろしくお願いします。かぶくん、こんにちは。えー、書き忘れたことをツイートしますね。えまるに、リンカちゃんの戦線機のプロですけども、えー、カリミナブラ名もよかったな。 うんえ。全日本で生で見たけど、あのフルオーケストラの混成、混歌唱の重厚な曲を見事にノーミスで滑り切ったねえ。課題はトリプルルッツだね。うん。で、モネちゃんのシンドラーのリストはえ、全日本ではすごいスタオベと拍手やった。特に最後のパールスピンからのビールマンが美しい。えリプニーツカヤの演技にも匹敵する。リプニーツカヤといえば、旦那さんが徴兵をされて軍に行ったみたいだけど、どうされてんのかな うん、なるほど。時代が良ければ、日本のアイスショーにも滑っていたかもね。リップニュースからの旦那さん、徴兵されてしまったんですね。うん 4番目、リキュリオのユールネバーウォーカーロンのステップシークエンスのリクちゃんが前でリュウイチんが後ろから両手を繋いで滑っていくところがとっても好き。同じですね。そこ本当に僕も好きなんですよ。そして最後のエレメンツ、デススパイラルでリュウイチんがリクちゃんをハグしてフィニッシュ。あー、そこも好きですね。同じですね。本当にいいですね。二人の未来を暗示してるみたい。うん。グループ5、アクセルラストリフトで 体制を水平に変えてリンクを滑っていくところも好き。うん。え、あれやれるペアはいない。いや、ほ,ほぼ、あの、ほとんど同感ですね。うん。本当なんか、二人の歩みを感じますよね。うん。本当ね、このゆるネバーウォーカーなんかあの、そういう、こう、なんか、感情移入して、泣けてくるなって思います。うん。